8月2日、地方競馬の AI レース予想です。穴馬やその他の情報は本チャンネルの概要欄を参照してください。それではスタート。大1レース。予想上位は3シップ。目標タイムは1分 59.1 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。大2レース。予想上位は北3ユニゾーン。目標タイムは1分 44.8 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。大3レース。予想上位はデルマネ小玉氏。目標タイムは1分 16.0 秒です。荒れる傾向が強いです。大4レース。予想上位はユーユースキー。目標タイムは1分 45.0 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。大5レース。予想上位はフリーダム。目標タイムは1分 15.1 秒です。荒れにくいレースになりそうです。大6レース。予想上位はカンタベリーローズ。目標タイムは1分 44.6 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。大7レース。予想上位はステーレンナフト。目標タイムは1分 29.6 秒です。荒れる傾向が強いです。大8レース。予想上位はアシャニンカ。目標タイムは1分 15.4 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。大9レース。予想上位はグレッチャー。目標タイムは1分 29.3 秒です。荒れる傾向が強いです。大10レース。予想上位はモリデンステルス。目標タイムは1分 14.3 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。大11レース。予想上位はマイネルサブマリン。目標タイムは2分 8.9 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。大12レース。予想上位は北野デイジョブ。目標タイムは1分 43.7 秒です。超荒れそうな予感がします。笠松1レース。予想上位はスター金沢。目標タイムは0分 49.4 秒です。荒れる要素はほぼなさそうです。笠松2レース。予想上位はベーディーナ。目標タイムは1分 31.1 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。笠松3レース。予想上位はフィンスタビライザ。目標タイムは1分 31.5 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。笠松4レース。予想上位はテンプロファイター。目標タイムは1分 30.3 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。笠松5レース。予想上位はヒルのグラスゴー。目標タイムは1分 29.5 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。笠松6レース。予想上位はアスタリウス。目標タイムは1分 43.5 秒です。荒れにくいレースになりそうです。笠松7レース。予想上位はクリスタライズ。目標タイムは1分 29.1 秒です。硬いレースになりそうです。笠松8レース。予想上位はサツキフラッシュ。目標タイムは1分 29.7 秒です。荒れにくいレースになりそうです。笠松9レース。予想上位はゴーゴーバースデイ。目標タイムは1分 30.1 秒です。硬いレースになりそうです。笠松10レース。予想上位は北3エトワール。目標タイムは1分 29.2 秒です。荒れにくいレースになりそうです。笠松11レース。予想上位はイネイネイネ。目標タイムは1分 28.4 秒です。硬いレースになりそうです。笠松12レース。予想上位は BI ブラック。目標タイムは1分 44.1 秒です。
荒れない確率の方がやや高いです。園田1レース、予想上位は鳳凰シーダー。目標タイムは1分 35.2 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田2レース、予想上位はオーリプカレディ。目標タイムは1分 34.1 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。園田3レース、予想上位はレッツゴーアスク。目標タイムは1分 33.3 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田4レース、予想上位はテリオスノア。目標タイムは1分 21.8 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。園田5レース、予想上位はセザンワールド。目標タイムは1分 32.5 秒です。硬いレースになりそうです。園田6レース、予想上位はラピドフィオーレ。目標タイムは1分 33.0 秒です。荒れる要素はほぼなさそうです。園田7レース、予想上位は玉の刺繍。目標タイムは1分 32.8 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。園田8レース、予想上位は TKB の。目標タイムは1分 31.9 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。園田9レース、予想上位はクリノニーナ。目標タイムは0分 50.9 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田10レース、予想上位はインターセプト。目標タイムは0分 50.5 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。園田11レース、予想上位はシエルグルー。目標タイムは1分 20.4 秒です。荒れにくいレースになりそうです。園田12レース、予想上位はピンクレディ。目標タイムは0分 50.3 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。ここからは出走馬の中で、馬娘に実装された馬たちの子孫や、ゆかりのある子を紹介していきます。予想とは一切関係ありません。MO スイート、ノンファンジブル、サマーストーリー、北三ユニゾン、スタッカートマーチ、コーラルキング、ジャルディーノ、港のソータ、ラジアンドラゴン、ローレンステクター、ミランカ、藤正テヨウ、ゲイシール、吉野ブラボー、ペルルセレスト、パワーポケチャンプ、マドモアゼルレンヌ、エルツ、レイズユアリミット、スピードスター、サンドエンプレス、ディーズアイランド、モリデンステルス、バレンシアスノー、スミソニアン、ドラケン、オブジェダート、北高花道、ダビディ、トランセンデンタル、ハビティテイ、ナロー、カジュアルスパート、フォルテッサ、ユナビール、マイネルホイッスル、モーニングフジ、エクローサ、ポーラーナイト、チェリーエスポア、北サンエトワール、奇跡タイム、イパーカッション、鳳凰シーダ、爽やかさわちゃん、ワンダーハルム、コスモプルエバ、スプリットキャスト、マイネルパーペル、スナークステージ、クラウンオール、ラピドフィオーレ、ワングナーコープ、オーシンダイヤ、スネークアイズ、グランレイハート、クーシェル、スービーズ、キワミーモン、雪のグレース、ツートンショコラ、こたつでみかん、大勢エルフィン、ハリウッドヒルズ、フィンスタビライザ、テンプロファイター、マウントポジション、琥珀の輝き、アルスアンティカ、ストームドッグ、マジョリー、一丁、成田ダイアリー、フライウィズミー、エンジェルマモ、テクノハッピー、スマートカナートス、玉の刺繍、エマニエル、ノックトゥワイス。
ブレイブブラッド、シエルブルー、ウクライナアイズ、サンシップ、カズの三日月、グランドジャヌー、サツキスマイル、アスタリウス、シャドウビーチ、ナイターは雪、マリのフォルテシモ、持ってるね、シャーク王人、スペシャルサンデー、グリーンジェイド、エルマスフエルテ、アンタゴニスタ、スノーシャワー、フリーダム、アダラズプレイヤー、獅子のハート、デントフレーバー、アシャニンカ、マウナロア、アトラスライズ、ウィーンアイリーン、コステロアスール、コンテドラーゴ、エスプリアカボシ、アリアパミーナ、カバス、マイネルロッシュ、コスモファルネーゼ、テーオードリアン、ハッピータイム、トーセンクララ、メイプルギン、ユーセイパンジー、ハッピーメイク、トーセンパッソ、デクラーク、アルティマダンサー、スターサファイア、キタノマルティス、ヒルノグラスゴー、パシャディーバ、日本ティロポート、ビバガール、ゴーゴーバースデイ、ムーンローバー、ゼンダンクラージュ、メイレーブ、ヒーユリユー、バクシンクイーン、サクラトップロール、レッツゴーアスク、モンシュバル、テリオスノア、コーギー、セザンワールド、シーズザモーメント、コネコちゃん、アーウィン、ブレッシングアイル、上昇ブーケー、クリノニーナ、ミラクルハゼ王、ウェルカムキリシマ、シャトーボビー、ティロワール、ボールザマホーニー、ゴールドマイヤー、ラントザスカイ、キタノデイジョブ、ラルナプレナ、モノノフイエロー、アイファータイトル、チャーミーアイズ、エドヒガン、ドラタイザン、デルマネコダマシ、ニューグローリー、ジツノスケ、カンタベリーホープ、オピニオンリーダー、帝王松風、大井誠、いいねいいねいいね、インターセプト、スッカ、ウィーナーズソング、ハンデンローリエ、バトルスカーズ、ハーモニカ、フェアリーマイヤ、シルバーアッシュ、バーサーズバラード、ランベリー、アイビーンズ、サグのチャンス、ハデスグレイン、ダーシングラスカル、アースリーグラ、ベーディーナ、ベラジオガール、アグネスプリンセス、レッドコーラル、ヒルノアローザ、モモナ、戦国武将、ピーチクパーチク、ピーチボーイ、AI キリシマ、オメガプランタン、モンシャトール、メガバズーカランチ、キャッスルエール、ハーピーガルキリー、フロントドア、クイーンマートル、イクノオリンピア、イナズマライン、ラタビック、スマイルフォーユー、ネクタリス、プロフィトロール、ワンダーエトワール、ミラクルベルーン。大井第一レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。5番シャインビグラスが早速先頭を取る。その後ろには10番持ってるね、6番サンシップか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番持ってるね、その後には6番サンシップと5番シャインビグラスが続きます。6番サンシップが後ろから追ってくる、追い抜くか。6番サンシップが1着見事。続くは2番、7番、9番か。大井第2レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。先頭を走るは11番スペシャルサンデー。その後ろには2番サマーストーリー、9番シルバーアシュカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番スペシャルサンデー。その後には2番サマーストーリーと5番北三ユニゾンが続きます。4番シャーク王人が追い上げてくる、先頭か。4番シャーク王人が1着見事。続くは5番、3番、7番か。大井第3レース、さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。まずは10番フロリダフォンテンが先頭に立ちます。
10番フロリダフォンテンの背後には7番雪のグレース、12番デルマネ小玉しか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番フロリダフォンテン。その後には12番デルマネ小玉氏と3番極みモンが続きます。3番極みモンが追い上げてくる。先頭か。3番極みモンが1着見事。続くは12区。大井第4レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。先頭を走るは9番悠々スキー。後を追うのは2番スノーシャワー、8番ビバワセダか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番悠々スキー。その後には7番フロントドアと8番ビバワセダが続きます。9番悠々スキーそのまま独走か、逃げ切れるか。9番悠々スキーが1着見事。続くは5番、8番、7番か。大井第5レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。まずは2番フリーダムが好スタートを切った。その後ろには3番リブエルベロ、1番港のソータか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番フリーダム。その後には1番港のソータと3番リブエルベロが続きます。2番フリーダムそのまま独走か、逃げ切れるか。2番フリーダムがゴールイン。続くは7番、3番、1番か。大井第6レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。まずは2番ミランカが好スタートを切った。並ぶように1番ローレンスペクタ、4番コスモインシストか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番ミランカ、その後には1番ローレンスペクターと5番カンタベリーローズが続きます。2番ミランカそのまま独走か、独走か。2番ミランカがゴールイン。続くは5番、7番、8番か。大井第7レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。まずは10番ベントフレーバーが先頭に立ちます。10番ベントフレーバーの背後には2番ステーレンラフと1番実之助か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番ベントフレーバー。その後には2番ステーレンラフトと1番実之助が続きます。2番ステーレンラフトが先頭に立つか、先頭か。2番ステーレンラフトが1着見事。続くは7番、8番、10。大井第8レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。先頭を走るは2番こたつでみかん。2番こたつでみかんの背後には6番パワーキングダム、3番アシャニンカか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番こたつでみかん。その後には3番アシャニンカと6番パワーキングダムが続きます。2番こたつでみかんそのまま逃げ切れるか、独走か。2番こたつでみかんがゴールイン。続くは6番、3番、10番か。大井第9レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。まずは4番ベネチアフレーバーが好スタートを切った。並ぶように7番グレッチャー、1番エルツか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番グレッチャー。その後には4番ベネチアフレーバーと3番ウィン・アイリインが続きます。11番エスプリアカボシが先頭に立つか、追い抜くか。11番エスプリアカボシがゴールイン。続くは3番、2番、7番か。大井第10レース、さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。まずは15番スプラッシュが先頭に立ちます。並ぶように16番バレンシアスの12番モリデンステルスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番モリデンステルス。その後には15番スプラッシュと8番アリアパミーナが続きます。12番モリデンステルスそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。12番モリデンステルスがゴールイン。続くは8番、13番。大井第11レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。まずは2番マイネルサブマリンが好スタートを切った。並ぶように1番マイネルローシュ、3番オピニオンリーダーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番マイネルサブマリン。その後には1番マイネルローシュと3番オピニオンリーダーが続きます。7番ドラケンが追い上げてくる、先頭か。7番ドラケンが1着見事。続くは1番、2番、6番か。大井第12レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。まずは5番テールオードリアンが好スタートを切った。並ぶように7番北のデイジョブ、10番ハビティペイか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番北のデイジョブ。その後には5番テールオードリアンと8番ハッピータイムが続きます。7番北のデイジョブそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。7番北のデイジョブが1着見事。続くは6番、13番、1番か。
笠松第一レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。1番スター金沢が前に行きます。2番手は6番メイプルギン、4番当選クララカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番スター金沢、その後には6番メイプルギンと4番当選クララが続きます。1番スター金沢そのまま独走か、逃げ切れるか。1番スター金沢がゴールイン。続くは6番、4番、3番か。笠松第2レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。まずは9番レディーナが好スタートを切った。9番レディーナの背後には6番ハッピーメイク、4番ペアか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番レディーナ、その後には6番ハッピーメイクと4番ペアが続きます。9番レディーナそのまま独走か、独走か。9番レディーナが1着見事。続くは8番、6番、10番か。笠松第3レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。8番フィンスタビライザが早速先頭を取る。後を追うのは5番ハッピーバルキリ、1番グレイトボルケーノか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番フィンスタビライザ、その後には5番ハッピーバルキリと1番グレイトボルケーノが続きます。8番フィンスタビライザそのまま逃げ切れるか、独走か。8番フィンスタビライザがゴールイン。続くは3番、笠松第4レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。2番テンプロファイターが早速先頭を取る。並ぶように9番ドボルザーク、6番マウントポジションか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番テンプロファイター。その後には9番ドボルザークと7番琥珀の輝きが続きます。2番テンプロファイターそのまま独走か、独走か。2番テンプロファイターがゴールイン。続くは9番、7番、4番か。笠松第5レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。9番パシャディーバが早速先頭を取る。後を追うのは8番ヒルのグラスゴー、5番福山モードか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ヒルのグラスゴー、その後には9番パシャディーバと6番デルレイビーチが続きます。8番ヒルのグラスゴーそのまま独走か、独走か。8番ヒルのグラスゴーが1着見事。続くは9番、2番、3番か。笠松第6レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。先頭を走るは7番レッドコーラル。後を追うのは2番ニートレスプセイ、5番アスタリウスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番アスタリウス、その後には7番レッドコーラルと2番ニートレスプセイが続きます。5番アスタリウスそのまま逃げ切れるか、独走か。5番アスタリウスが1着見事。続くは8番、3番、7番か。笠松第7レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。先頭を走るは3番クリスタライズ。後を追うのは4番エクトゥシュタール、7番ニャーカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番クリスタライズ。その後には4番エクトゥシュタールと5番日本ピロポートが続きます。3番クリスタライズそのまま独走か、逃げ切れるか。3番クリスタライズがゴールイン。続くは5番、1番、4番か。笠松第8レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。7番ポーラーナイトが早速先頭を取る。その後ろには8番サツキフラッシュ、3番レッツシンクか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番サツキフラッシュ、その後には7番ポーラーナイトと4番パップルツバメが続きます。8番サツキフラッシュそのまま独走か、独走か。8番サツキフラッシュが1着見事。続くは1番、6番、7番か。笠松第9レース、さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。先頭を走るは5番戦国武将。後を追うのは6番ゴーゴーバースデイ、4番ビバガールか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ゴーゴーバースデイ、その後には5番戦国武将と4番ビバガールが続きます。6番ゴーゴーバースデイそのまま独走か、逃げ切れるか。6番ゴーゴーバースデイが1着見事。続くは4番、5番、2番か。笠松第10レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。2番メガバズーカランチが前に行きます。2番メガバズーカランチの背後には1番ラムボール、7番エイシンフォトンか。
レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番メガバズーカランチ。その後には1番ラムボールと4番メイクストームが続きます。3番北サンエトワールが追い上げてくる。追い抜くか。3番北サンエトワールが1着見事。続くは6番、4番。笠松第11レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。1番マラードザレコードが前に行きます。並ぶように3番のアブラック、7番イネイネイネか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番イネイネイネ。その後には3番ノアブラックと1番マラードザレコードが続きます。7番イネイネイネそのまま独走か。独走か。7番イネイネイネがゴールイン。続くは3番、6番、1番か。笠松第12レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。先頭を走るは1番ビーアイブラック。並ぶように4番ネクタリス、8番パイロンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番ビーアイブラック。その後には4番ネクタリスと9番リコネクトが続きます。1番ビーアイブラックそのまま逃げ切れるか。独走か。1番ビーアイブラックがゴールイン。続くは4番、6番、3番か。園田第1レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。先頭を走るは3番ホーオウシーダ。その後ろには7番山勝マッハ、9番リュウのジャウフか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番ホーオウシーダ。その後には9番リュウのジャウフと7番山勝マッハが続きます。6番ホーオウアクセルが追い上げてくる、追い抜くか。6番ホーオウアクセルがゴールイン。続くは5番、8番、3番か。園田第2レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。まずは3番ラガープリンセスが好スタートを切った。3番ラガープリンセスの背後には2番爽やかさわちゃん、1番爆心クイーンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番ラガープリンセス。その後には2番爽やかさわちゃんと1番爆心クイーンが続きます。3番ラガープリンセスそのまま逃げ切れるか。独走か。3番ラガープリンセスが1着見事。続くは7番。園田第3レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。まずは9番マーが好スタートを切った。後を追うのは10番モンシュバル、1番ビクトリーナイトか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番モンシュバル。その後には2番レッツゴーアスクと9番マーが続きます。10番モンシュバルそのまま独走か。独走か。10番モンシュバルがゴールイン。続くは2番、7番、5番か。園田第4レース、各馬、揃って。スタートを切りました。5番テリオスノアが前に行きます。その後ろには9番スナークステージ、1番コスモプレーバカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番テリオスノア。その後には9番スナークステージと6番ラルナプレナが続きます。5番テリオスノアそのまま独走か、逃げ切れるか。5番テリオスノアが1着見事。続くは3番、9番、6番か。園田第5レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。5番チャーミーアイズが早速先頭を取る。並ぶように6番セザンワールド、2番ワンダーエトワールか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番セザンワールド、その後には5番チャーミーアイズと4番ホーギーが続きます。6番セザンワールドそのまま独走か、逃げ切れるか。6番セザンワールドが1着見事。続くは4番、5番、1番か。園田第6レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。1番ジューンコメットが早速先頭を取る。1番ジューンコメットの背後には3番ビーチボーイ、4番子猫ちゃんか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番ジューンコメット。その後には3番ビーチボーイと5番ラピドフィオーレが続きます。5番ラピドフィオーレが後ろから追ってくる、先頭か。5番ラピドフィオーレが1着見事。続くは1番、3番、4番か。園田第7レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。2番モンシャトールが前に行きます。2番手は6番ブレッシングアイル、5番ミラクルベルンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番アークイン。その後には5番ミラクルベルンと6番ブレッシングアイルが続きます。1番アークインそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。1番アークインがゴールイン。続くは4番、8番、5番か。園田第8レース、ゲート入り完了。
スタッドが切られました。1番はグナーコーブが早速先頭を取る。2番手は4番ファームラム、7番手 KB のカップ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番手 KB の、その後には2番 AI 霧島と4番ファームラブが続きます。7番手 KB のそのまま独走か、独走か。7番手 KB のが1着見事。続くは2番、6番、8番か。園田第9レース。さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。4番栗の新名が早速先頭を取る。2番手は3番ラッピングボックス、9番ドラタイザンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番栗のニーナ、その後には5番マラジャイと9番ドラタイザンが続きます。8番シャトーボビーが追い上げてくる、追い抜くか。8番シャトーボビーがゴールイン。続くは5番、4番、9番か。園田第10レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。先頭を走るは7番ララケリア。その後ろには2番ゴールドランタン、4番ナショナルアンセムか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ララケリア、その後には2番ゴールドランタンと6番ホンマモンが続きます。1番インターセクトが先頭に立つか、先頭か。1番インターセクトがゴールイン。続くは10番、7番、8番か。園田第11レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。まずは3番ブリリアドロが好スタートを切った。その後ろには1番エイシンチョンパ、6番スネークアイズか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番ブリリアドロ、その後には1番エイシンチョンパと7番グランレイハートが続きます。5番シエルブルーが追い上げてくる、先頭か。5番シエルブルーが1着見事。続くは3番、7番、6番か。園田第12レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。先頭を走るは6番クーシェル。6番クーシェルの背後には9番ピンクレディ、7番テクノエクスプレスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番クーシェル。その後には9番ピンクレディと10番スービーズが続きます。9番ピンクレディそのまま独走か、逃げ切れるか。9番ピンクレディがゴールイン。続くは10番、6番、7番か。